そんなことを言うのは5分おきぐらいですが、でもエイバの言う通り、アニーの展示は素晴らしかった。実験結果は透明のボックスに入れてありました。まずはアニーの部屋の模型と、そこから取ったバクテリアを培養してある3つのシャーレ、弟フランクの部屋の模型と、そこから取ったバクテリアが培養してある3つのシャーレ、そしてお父さんの書斎の模型とバクテリアがゼロの3つのシャーレが並んでいました。聞いてた話と違った。